さて、じゃあ雑談していきましょうか、えー。2022年8月7日、絶賛僕の体調は悪いです。ゲームもできないし、創作活動に打ち込めるほど体調が良くないというのがずっと続いてますね。だから音楽配信ですよね。DTM 配信してたのがあそこがピークで、そこからずっと具合悪いで来てちゃって。えー、何もできないとやっぱり辛いなと。あほぼほぼ寝たきりです。 <laughs> 家にいる間はずっと布団の上にいる率が高いですね。と,とにかく痛くない体勢で,あのでこ。すっ転んでほら、左胸にあ,だあざができたって話もしたが。あざはだいぶ消えたんだけど、やっぱ痛みの方がね、体ひねるとまだちょっと痛かったりとかいたしますし、ボロボロですよ。あまあそんな中で今日の雑談。

僕が二次創作するにあたって、ナミにこういう風な、ああ、お伺いを立てた文章を投稿しました、つうのが、え、SNS で今、バズってましてね。何かと思えば、というやつですね。その人は、筋を通したいと思ってるんだろうけど、二次作索やってる人からは、やめろあごめんなさい。やめろと何やってんだと。<laughs> 今までその一時創作者の人が見て見ぬふりをしてるからグレーゾーンで今までやってこれたのに。よりによってなみにそんなことやるのはやめろみたいなことみんなが言っててさ。おみんな犯罪者だなと思ってさ。グレーゾーンだからいいんだじゃないんだよ。グレーゾーンはグレーゾーンなんだよ。いいも悪いもねんだって話なんだけど。なんかさ。 二次創作にどっぷり使ってる人たちはやっぱりやめろって言ってるしさ。なんだろうね。そういうことやるから、どんどん規制が厳しくなったり、言語化された二次創作のね、あの、ラインみたいなのを各会社が引かなければいけなくなるから、やめなさいよって言ってるのが、 それもまたどうかなと思ってなんかして。<laughs> みんなからすればな、な、転売屋が憎いと近いような、ちょっと、あの、気もするんですけど。まあ、そんなバカも出るよなとは思うんですが、その、あの、許可くださいってうバカがね。僕ね、許可をもらう必要があるのかなと思ってさ、どうしてもその二次創作をやりたいんだったらさ、コナミを買収したらいいんじゃねえのって。 あのー、どこだっけあマイクロソフトだっけアマゾンあ、アマゾンだ。アマゾンが先日、アイロボットのさ、会社を買収したんだよね。だから、これから、あの、なんだっけあの、丸い掃除機。自動丸い掃除機。うーと、うールンバ、ね。ルンバがこれからアマゾンの、あ アマゾンが販売権とか、あと、ルンバで取得したその部屋の、間取りみたいなものの、知的財産みたいなのを所有する。だからアマゾンが所有するってことは、あその,あの、ルンバから情報を得たその間取りに何が置かれてて、えー、どこが台所で、 えー、みたいなものまで予測して、アマゾンがこれからより的確な広告打ってくるぞ、気をつけろみたいな話があるわけですけどだから。コナミを買収しちゃえばいいんですよ。ね。あの、<laughs> その、二次創作で作りたいって人は、わざわざ、その、こういうグッズを作りたいから、あの、許可をください。お金を払う準備はできてますっていうような、その、ね、文章を送りつけるんじゃなくて、 コナミ買っちゃえば君のものだから好きにできるぞって思うわけ。で、同じように、それ,それがもし君のものになったとしたら、君は主戦度的に、その、あの、二次創作のボーダーラインで、コナミが儲かるように、あの、使用料をどんな人間にも払わせるというね、ジャスラックみたいな。 ああ、形で多分運用するよねっていうところも含めてさ、まあ、そのな、当然変えるわけはないんだから調べたんです。小波の時価総額いくらだとは思います ?1 兆です。<laughs> 1兆03億円だっけああ、なんですよ。<laughs> 1兆出せるか,か、会社があるかって話でさ。 コナミだってさ、その、お前の自家総額は1兆だから1兆で買うぞ、この野郎っつったって、コナミの人だって売らないわけだから、よっぽどコナミの景気が悪くなった時に、そのね、買い叩くっていう方法しかなくて。で、今は、それをコナミはできないんですよ。あのコナミを買い取るには、1兆円以上のお金で買い取らなきゃいけないからさ。 あまあ、そう、そうすると、なんか、なんかス,スポーツジムとか、あの、水素水とかやってる事業部も一緒に買い取るわけに、ね、<laughs> なるんですけど、ゲームの権利をうまく使いたいっていう時にさ、一番の手はコナミを買収することだからさ、そ,それをしないで二次創作させてくださいっていうことがなんか、おかしいんじゃないかな、と思いました。<laughs> いやーすごいね。調べたらすごかった。1兆円は手が出ないなぁと思ってさ。うんまあ、だからそ、そんだけ儲けがあるんだったら、コナミは別に今、一生懸命自分たちの会社の部署でゲームを作らなくてもいい。グラディウスとか、ドラキュラとか、あ頑張れゴミモンとか、とにかくパワープロでもいいですよ。何でもあるから、あのー、 それをまた作らせてくださいって会社もいるからさ。も、ももでん発売とかそういうことだからさ。スティームでさ、大して出来も良くないアニバーサリーコレクションとかが出てるのはそれなんだからさ。ー <laughs> ええって思っちゃいましたね。それでも僕もか買っちゃうしね。コナみのグッズはね。良くないなぁと思いつつ。でも、その二次創作でうんぬんかんぬん言ってる人たちみんなそうだけど、まあ、 金も知恵もないまんまあ、グレーゾーンの犯罪に手を染めてる人たちという自覚もやはりそれぞれの人があー持った方がいい。それでも出したいんだったら、それはもうお出しなさいって思うんですけどね。えー、<laughs> あのそれは止めないしそ、そういうところでしか得られないその知的財産みたいなものもあるからさ、あの僕が知ってるのだと、その まあ、コナミとは違うんだけど、ハドソンの同人誌作りたいって人でハドソンのヒストリーをこうあの1980年ぐらいからずっとヒストリーであの僕が記憶してるハドソン僕が勤めてたハドソンの会社ってこういうところでこ,うこの年にはこういうことがあったとかさこの日のことを覚えてるみたいな日記のこうだーっというやつうんあとそれに関してまたその ハドソンに勤めた時に連絡が取れる人に、この時どうだったんだっていう取材も込みで同人誌出してるような人もいるんで。それはもう、あれだろあの、あの、今となってはハドソンの話をしたいのに、ナみにハドソンの権利が買われてるから、あの、ハドソンの話をするために許可をくださいっていうのがいるかいらないかって話でもあるわけね。 しかもそれは、なんだ、ゲームの権利みたいなものに関して、なんか、その、ね、ま、過ちを犯してるとかじゃなく、同人誌を作りたいっていう、そのね、自分の歴史の同人誌を作りたいっていうことで、止める術はないよな、とはやっぱり思うので。 ええー、まあ、エロ漫画描きたい人もいれば、パロディー漫画描きたい人もいるんだろうし、えー、ゲームのプレイのハイスコアをこう、書き留める同人誌を、書く人もいるんだろうから、ああ、ね、そ,それらすべてに、あの、一時創作者が一個一個チェックして、金にもならないようなことにチェックして、時間とじ人員取られるんだったらさ、あ、あのー、見なかったことにするっていうのはまあ、ベターというかね。 それも一個一個、コナミはね、あの、いろいろ裁判とかも起こしたりとかするし、えー、自分のところで作った 3D ゲームのカメラの機能を特許で申請して、あの、一時のその 3D ゲームの、あの、開発をね、ちょっと、あの、ど、ね、遅らせるようなことをしたわけですけど。じゃあ、やっぱり、あの、誰かがね、買い取ればいいんじゃねえかなと思ったりするわけです。 えー、だから、1兆円以上ご用意できる方は、ぜひ、えー、コナミを買収してみてはいかがでしょうか、とは思ったりいたします。えー、それだけの話ですよ。だからか、金持ってない人は、もうあの、こういう話に参加しない方がいいっていうふうなのが、ああだからこ、コナミの1兆円買えるゲーム会社ってどこだろうニンテンドーは買えるんだろうかいや、買わねえだろうな、と思うし、うん、ね、アップルとかさ、 えー、あのマイクロソフトとかがじゃあ、コナミ買うかってあのなんか、今回この件に関して調べたらさ、2年前にマイクロソフトがコナミのゲーム部門のなんかあ、買収をするみたいなニュースが引っかかっててさ、えー、こんなことあったんだなっていうふうに思いながら、でも今どうなっていくかっていうと、別にマイクロソフトとコナミ何も関係ない、だからただの噂で終わっちゃったみたいなところでもあるよ。 ね、誰も、すごい、その、大金払ってまでコナみのゲームの許可取りたくねえんだなっていうさ <laughs> あの、そういうことなんじゃない。だからメトロイドバニアみたいなゲームがインディーズで出たりとかさ、ああ悪魔ョドラキュラのなんかファンゲームみたいなのとかさ、あコントラのファンゲームみたいなのスティームでね、500円とか1000円で売ってんのそれなんだろうっていうふうに思う。 あね、どう見たってコントラなのになって思うけどあの、それはゲームのシステムとして別にコントラの続編とも言ってないゲームだから、あ怒るわけにもいかないっていうさだからそ。そんなんで回ってんだから、うまいことを、うん、知らないふりして犯罪者になってりゃいいじゃんっていうのが、えー、僕の考えでした。えー、以上です。 はあ、払える人はこんなに買えばいいんじゃねそれだけ。えー、っと、昨日、ワンピースの映画が公開されました。えー、っと、ワンピースレッドですね。なんか、ワンピースレッドがどっかの劇場でさ、ウソップがゴロゴロ転がってる映画、ずっと繰り返されちゃってて、これで、どうしてもそれが直せなくて、えー、劇場見に来た人はすいませんって言って、 次にまた劇場に来れるチケットを渡しますんで今日はこれでお開きってってさ昨日のトレンドにウソップが入ったっていうシャンクスじゃなくてウソップがトレンドの中心になってたっつうのは面白かったなと思いますねいやーやっぱり今の時代でももうコンピューターでそんなミスなんかさだかフ,フィルムの入れ替え失敗するとたまに映画館で昔あったんだけどさ あの、音がブツッと切れて2、3分真っ暗なまんまでさ、あの、再開しますっ,つって途中からその、フィルムの途中からガラガラっていう風にやるやつがあったんだけどさ、あの、ちょ、ちょっと音がずれたりして気持ち悪い映画館体験になるんだけど、もう、今の映画館は、その、いわゆるデ,データでやってるからそういうことないんだろうと思ったら、 あまあなんか、その、劇場にかけるデータのコピーミスみたいなのがなんかなのかな。ウソップのところでずっと映画が止まるっていうのが。その止まり方が、最初その 1,、ね、1時間かなんかわかんないけど、そこまで話があって、ウソップのその転がるシーンのところだけ、わーって転がってんのがずーっと繰り返されてる。うんで、あ、すいません。一回止めます。じゃあもう一回その、その辺の続きからやりますってやったときに、 次に流した時もウソップのとこで止まるんだけど、その時はウソップが今度静止画になって止まるで。いやーおかしいな、すいません、もう一回直します、もう一回直させてくださいって言って、3回目に上映した時には、ウソップがスローモーションで転げもしていくというのが <laughs>、どうしてもその先に進まないという、あもうこれはもうどうしようもないんだろうなと思いますね。だから、その、 あーフ,ィフィルムで上映してた時には、フィルムを扱ってる人の創意工夫でなんとかなってたものが、今以降のそのプロジェクターの中にさ、なカードリッジレンダーが何だか知らないけどさ、ああの用意したその映画用の映像ってやつをその場で直せる人がいないってことですよ。<laughs> で、やっぱ手出しづらいんだろうね、そういうあのコンピューターのデータにしてしまうとね。 あのうまくいかないときに何が原因でうまくいかないのかわからないところまでいっ一応まだ、あ、さ物事が単純じゃなくなってしまうっていうのはそういうことだなと思ったりとかいたしました、うんえー、というわけでワンピースの話ちょっとしますワンピースとコナミってなんかつながりあるんですかね、うん、<laughs> とバンダイナムコかワンピースのゲームとか出してるのはねコナミは遊戯王とかがコナミかねこんな感じですよね ほんであのー、昨日ねその土曜日の夜にさ「ワンピーススタンピート」でいいですかあの見れるんだよっつってああそうっすかと思ってさまあせっかく時間もあるし 僕、寝タきりみたいなもんだから、見てみようかなと思って見てみたんです。ワンピーススタンピートってやつね。まあ、絵は綺麗だし、あのー、今のお第一郎の絵柄にね、かなり近い感じの絵になってて、うん、ね、子供が見る分にはいいのかなと思ってしばらく10分ぐらい見てたんだけどさ、あのー、劇場用のほんとワンピースってさ、あのー、 展開遅いなぁと思いました。あ,あと、なんだろう、ベタなことをやる、ツッコミをやる、あと、くどい演出が何回も繰り返されるみたいなよ、海賊団の最初なんか、そのね、あのー、海賊がレースをしてるんですよ。レースしている海賊団の名前全部呼んでみせるとかさ、で呼んでみせたら、そこに一言なんか、海賊団の人がしゃべるみたいなターンがずっとあってしょ 話進まねえなあと思ってあの。どうせ最後ルフィしか残んねえんだから、こ,こいつらの説明する意味あんのかなと思うんだけど、その、あの、ワンピースに登場したことのある海賊たちはみんな一応5秒ぐらいずつ出番があるから、それがたくさんいるから、うもうその説明だけでもううんざりした。あれ、これ子供見て本当楽しいのかなと思う感じね。うん

僕は今探し始めたっていう、あれは意外と嫌いじゃない歌だったりとかね、どこまでも行くよっていう、あれは好きな歌の部類に入るんですけど、でもやっぱウィアー,ーでやってんだったらウィア r だろうと思うんだけど、まあでもしょうがない今スクラッチの CM でスクラッチだよみたいな <laughs> 歌もあるからさ、あれを今アドがうつ歌ってるってうのも笑うんですけど、 キャンペーンでアードが今歌ってんですよ。ワンピーススクラッチくじの歌を。あまあ、含めですよ。あの歌一個取ってもなあと思う感じで。ワンピースといえばウィーアーだろうみたいなのもあるんだろうけどさ。それがまたその最後まで3回ぐらいウィー r ーの挿入が入ったりするのもしつこいと思う。あとにかくワンピースは演出がしつこいんだね。ベタでしつこいが多分定番なんだろうなと思うんだけど。 もうね、辛くてさ、始まって、9時からか、ワンピース、始まったんだけど、10分でもう見れなくなっちゃってさ、世界不思議発見とか、ザッピングでさ、で、ワンピースがどれだけ僕に合ってないかっていう話で言うと、普段見ない小チャンネルを見るぐらいつまんないんですよ。<laughs> この展開終わるまでなんか見るかなと思ってさ、不思議発見も CM か、じゃあ小チャンネルで、なんか、 誰だか知らない人がチャーシューじゃチャーハン作ってるやつをさつまんねえなあと思ってさでもワンピースに戻ってもつまんないんだよなとか思いながらさあ見たわけですほんでそのまあそれでも我慢しいしさあの戻ってね見,見れるとこだけ見るんだけどああま,また上々な展開だとかウソップがやられるシーンいるのかなとか。 その、ゴールド・ロジャーが流した、残したち、ちっちゃい宝箱の中身を見、見るシーンがあってさ、最初バギーが撮ってさ、バギーっていうキャラクターが撮ってさ、ほんで、宝箱をパカって開けんだよね。こ、これはーっていうところで、シーンがまた切り替わっちゃってさ、はーめんどくせえと思ってさこれ、ワンピース2時間の映画にしてんのがよくねえんじゃねえの昔の東映漫画祭りみたいに40分で終わるぐらいの尺にした方が、 いいんじゃねえのと思って。こ、これはって,って。まあ僕も入ってるもの知らねえけどさ、どうせ大したもんじゃねえんだろうって思ってさで、今度はそれをウソップが取るわけですよ。宝箱の小箱で、ウソップも開けて、こ、これはって言って、そこでまた中身わかんないまま。それが話を引っ張る原動力になるって信じてこれ作ってんだろうなと思うんだけど、あのー、どうなんなの みんなそこはちゃんと騙されてくれんのかな、うんね、なんかさ、あの演出2回繰り返すのはないだろうと思ったりとか。で、その後ウソップがなんか、その敵のラスボスみたいなやつにボコボコに殴られてやられちゃってさ、ルフィすまねえ、俺は役に立たねえとか言いながらさ、で、ルフィもこの野郎っつってそのラスボスにこう喧嘩売るんだけど、あの1回は負けなきゃいけないから、ルフィもボロボロになるんだよね。 で、その後、あの、なんか、火山が爆発したみたいに、もう島がボロボロになるわけですよ。で、そこで、ウソップが生き残ってて、ルフィのことを一生懸命背中に背負って、あの、うちの大将を助けるんだってってさ、背負ってる姿はかっこいいなと思ったわけですよ。そしたらさ、ウソップはさその、その後にさ、あの、そんなかっこいいシーンをやった後にバランスを取んなきゃって思ったのかな あの、ルフィも意識が戻って、えー、で、仲間もやってきて、チョッパーと骸骨の人、予報ホ,ホイがやってきてさ、あの、助けてさ、ルフィを先に直してやってくれ、とか言って、おウソップかっこいいなと思ったらさ、ルフィが意識を取り戻した瞬間、ウソップは泣き言を言い始めるんですよ。ええーと思ってさ、あの、だからウソップは俺が海賊団抜けるみたいなところで、 なんか、そんな原作でそんなエピソードもあったりとか、それは俺なんかいらねえんだっつって、あの、ね、ルフィと喧嘩するエピソードがの、もう一回それを再現をやってるわけだけど、もう島はボロボロになってラスボスが暴れ回ってるわけですよ。今それ言うかっていうさ、あの、どうしても我慢できなかったのがソップっていうさ、あの、お前さっきまでルフィを背中にしろってかっこよかったのに、 な,なんで今、なんか俺は強くねえんだ、ごめん、とか言うのさ、今かと思うわけじゃん。なんかね、そういうののストレスがすごいたくさん溜まりました。そんで、その後あの、このスタンピートっていう話はどうなるかっていうと、オールスター戦になるわけですよ。今までワンピースに出てきた、あの人どこ行ったんだろうね、みたいな人が最後にこう結集してさ、 だから海軍のスモーカー大佐と、大佐だっけ少佐だっけスモーカーと、うと、なんか、その、ルフィのお兄ちゃんみたいなので、その、ボガーだかボギーだかっていう人と、あ,あと誰だっけあの、ルフィのことが好きな、ハンコック。ね。ハンコックですよ。名前また覚えてられるかわかんないけど。 そういうのが集まって、最強と言われる人たちがこうどんどん集まってさ、ほんで、あのー、ラスボス止めようつってねって、一人一人じゃ勝てないからみんなでこう行けばいいじゃないっつってさ、ね、クロコダイルまでこう、加、あ、勢、のー、してさ、ああ、オールスターなんだと思って。 ね、で,でももう僕らは原作でルフィがそのギア・フィフスまで行くの知ってっからさあの,そのギア・セカンドとかさよくわかんないあのか歌舞伎の顔みたいになってるルフィみたいなの見てもさこのあとどうせギア・フィフスあるしなあギア・フィフスがない時のだからスーパーサイヤ人にどうせなるしなと思って見てる感じの。<laughs> 一生懸命戦ってるし作画もう綺麗だしだけど決定的に演出が面白くねえというかさなんでこの演出にしてんだろうっていう丁寧すぎるぐらい丁寧なんだよね、うんまあ、その丁寧だからその見てる観客の中で置いてかれたっていう人がいないあとは「ONEPIECE」ワンピース好きだったらその喜ぶような演出というか同じことやってみせれば喜ぶわけだから。 それしかなくて、なんか、この映画つまんねえなーっと思っちゃった。あの、タダで見れて、あの、ありがたかった。ありがたかったんですよの。お金出して見る気ないから、映画館で行く気もないし、DVD でお金払って見る気もないから、あのテレビで見れてよかったと思ったんだけど、あのびっくりするなーと思って。みんなこれが好きなんだと思って。んで、今、ワンピースの映画、レッドを、 ね、見に行くんだっていう人たちはさ、何楽しみに見てに行ってんだろうなとちょっと、やっぱり思いました。まあでも、そんな世の中だし、そういうの好きな人がたくさんいるから、それでいいと思う。そういう人がお金を下ろして、落としてくれるから、ワンピースは映画になるわけだから。でもやっぱ、あこれは僕に向いてないんだなっていうのを、その、ある程度、その、ね、 その面白くなかったら違うテレビ番組にこう浮気しながら見てる感じなので集中しては見てないんですけどあのあやっぱ「ワンピースって僕に向かないんだなっていうあのが分かりましたあの <laughs> 本当に本当にこれをみんな好きだっつって99人の壁で「ワンピースのクイズやったりとかして「ワンピースで泣けるエピソードベストファ5」っつってさ あ僕はチョッパーがこう、は、は、旗を振るシーンは僕もちょっとうるっときたんですけど。あ <laughs> 一応僕もワンピースで一生懸命読んでるところもあるんだよっていうのは言っておきたいんで、それも好きじゃないっていうのはあるんだけど。不思議なもんだね。あの、特別面白いわけじゃないのに。あ、そう、1位はね、ゴーイングメリーゴーが燃えるシーンが、 あの、泣けるシーンなんだって。一緒に旅をしてきたなので、あの、途中で、その、メリーゴーってやつがさ、もう、ボロボロになっちゃって、船で旅ができないってってさ、ありがとう、メリーゴーって号泣してるわけだけど、今、ゲラゲラ笑いながら、なんか、ライオンの顔の船に乗ってんじゃんと思いながらさ、<laughs> あの、あ、でも人間ってそんなもんか、ともちょっと思いながらね、葬式でさ、お父さんお父さんつってボロボロ泣いてて2時間後にさ、あの、ほ、骨を焼くところで号泣してた人がさ、骨を拾った後に、そ、その後ちょっとこうね、あの、なんかお重箱みたいなのね、だ出されたりする時にはもうケロッと笑ってる、あの感じでもあるよな、とは思うから、それが生きてるってことだし人間だよな、とは思うんだけど、 でもなんかな、こう、すげえ、すげえ泣いたり、笑ったり、感動した後にケロッとする感じって、やっぱりなんだろうな <laughs> あの。まあみんなそうだし、ずっと3.11の悲しみを引きずってさ、あの、10年間ずっと暗い顔ばっかして生きてられるわけではないので、わ笑って、えー、笑いもするし泣きもするし、ね、戦争起これば悲しみもするし、 戦争終わればやったって喜ぶしみたいな。あのー、ではあるんだけどね、ちょっとねやっぱワ、ワンピースの喜怒哀楽はよく分からんって思いますね、えーだからぼ。僕みたいなもんじゃなくてさ、うじうじ考える人じゃなくて、本当と何も考えないで、バーベキューでウェイっつってさ。 あの、なんか今日も、あれなんでしょう雨が降って川とか増水してるけど、俺たちは大丈夫だって思って川の中ずにバーベキューで取り残された人がまた出たんでしょうと思って。<laughs> じゃあ、もう、良きに、良きに計らえと思うので、いいんだけど。と、と、とにかく何かっていうと、僕が見たことがないワンピーススタンピートという映画がね、見れて、良かったですって話です。 あの見れないまんまワンピース嫌いだって言うんじゃなくて、フジテレビがわざわざ見せてくれたから、キャンペーンで。あ、これはありがたいと思って。あの全部を余すところなく見たわけじゃないけど、嫌なシーンは全部その違うチャンネルに浮気したわけですけど、浮気したおかげでね、あのね、浦島太郎は、あの、元々は、浦島の子だっけ 裏の島子だっけっていう名前で、全然その、あの、いじめた亀に助けられる話ではなく、えー、船の上で亀を釣ったら、その亀が美少女にこうね、ドロンって化けて、そこから美少女とあの船旅に出るというロマンスの話だったんだっていうのを、へー えあ,あ、そんな、一説にはそんな説もあるんだ。へつって、あ,あ、じゃあワンピース戻ろうみたいな、あの、見方をしてたので、あの、僕は僕で、だから切り替えがすごいよね。ずっと世界不思議派遣見てればいいじゃんって思うんだけど、別にあれクイズになった道路にだって面白くねえしなと思うんで、えー、まあ、そんな感じです。見れてよかった。スタンピート。 あ、こういう映画だったんだ。やっぱ面白くねえんだっていうのをジャッジできてよかった。で、来週はみんなで投票して、あの、みんなの見たいワンピースをね、あの、全作品の中から選びます。えー、じゃあやっぱね、ゴールドかなとかさあ、ワンピースゴールド、フィルムゴールドかなと思ったりとかさ、あと、ワンピースは全編 3DCG で作ったやつとかもあるからさ、 ああいう、なんか、変品なやつとか、誰かこう、面白いで投票して、それが1位にならないかなって思ったんですけど、え、ワンピースストロングワールドをやるそうです。え、ね。え、あの、ね、ルフィたちが黒いヤクザの服を着て、ビシッと決める映画でやるみたいな。だそうです。はいはい、何ですかごめんなさいね、コメント気づくの遅くて。 昨日は、あだから金曜日はゴルフ、あ土曜日はゴルフのせいで、テレ朝の格好の言い名付けの放送が早朝4時になったので、ふてでした。それは、すごいなごあゴル。ゴルフが長引いたから、ゴルフの方が大事だって言って、格好のい。 言いいなずけの放送した。過去の言いいなずけの放送しながら下にワイプでちっちゃいゴルフ見せりゃいいのにな。<laughs> なんでそういうことできないから。過去の言いいなずけって、あの、あれか、おさ幼なじみじゃなくて、な,なんか、 なんか、微妙な感じで、お父さんとお母さんの連れ子がそれぞれ恋愛する話だっけ過去のけあまあ、いいじゃん。どうせ原作あるんだしさ、原作読んでれば、その展開もわかるしさ。<laughs> あのそれよ、それを言ったら、僕だって異世界おじさん、あの、再来週にならないと見れないわけだから、2週間お休みくださいって言われちゃんってさ。 アニメが作れてないんで、アニメ未完成のまんまなんで、できるまで2週間待ってください、つって。その間、第1話と第2話再放送しますっていうので。朝の4時がなんだよ。こっちは2週間待たされてんだよ。あ <laughs> いや、みんな大変ですよね。あまあそ、そんな感じでね、みんなも見たいアニメがあったりとかするんでしょうけど。 いやだから昨日はちょっと勉強になってよかったですね。いやあと今日話す話は、なんか、まあなんかあるとは思うんですけど、うん、そんな感じかな。あとなんか、うん、ないかな。まあ今日はだから、コナミ買収すればいいんじゃねって話と、ワンピースは好きな人が見ればいいんじゃねって話でした。以上です。ありがとうございました。 あーというわけでね、昨日ね、僕夜中にね、あの、あ、ここからおまけの話なんですけど、今回はおまけの話も YouTube に残すんですけど、あの、あのさ、ゲームでさ、あの昔、スターソルジャーというゲームがあったんですよ。まあ、連写が物を言うやつで。ほんで、どうしてもラザロが倒せないっていう人がいてさ、でもこれ、僕何日か前からそのラザロが倒せないっていうのは、その、 見てててさ気になってたのでた、僕も SNS 本当にやらないようにしようっていうのが一つと、あと余計なこと言わないようにしようっていうのと、他人に絡まないようにしようっていうふうに思ってたんだけど、昨日さ、ラザロが倒せない、見てみて、このラザロ倒せないんですよっつってさ、自分のその,あのコントローラー持ってる手とさ、テレビ画面が映ってる動画まで撮ってさ、 僕これの倒せないんですよって。でも倒せないから助けてくださいとも言ってるわけじゃないから。まあそういうのを楽しくやってんだろうなと思うからさ。言わないようにしようと思ったんだけどさ。見つけちゃった。そ,その動画を僕も見たんだけどさ。見てさ。あ、この人の連打はあの特殊な連打をしていると思ってさ。あの、まあそのコントローラーをアーケードスティックにしてんだけどさ。 アーケードスティックをこう、かぶせで持ってさ。で、こう、ここで連打してるわけですよ。こう、こういう手が映ってて画面が映ってんのね。で、ここですげえ連写してんだけど、この人の手が、あの、どうやらコントローラーのどこにもくっついてない。で、 えー、肘もブラブラの状態で連打してるんであろうことが分かってしまうわけですよ。うーん。みんなこう、まあ、スターソルジャーって本当はファミコンのコントローラーを握ったりとか、だけど、そのファミコンのコントローラーを握るにしたってさ、こうコントローラーがあってさ、細かい話をしますよ。だから僕ね、このアドバイスしなきゃよかったっていう話なんだけど、単純に。うんね。 こう、コントローラー持つじゃん。親指で押さえるじゃん。で、えー、こっちのボタンで連射するじゃん。一生懸命。で、この時にさ、あのー、膝の上にさ、コントローラー乗せたりとかしてさコ、コントローラーを固定してさ、右手の連打どうやってるかっうと、どっかその手の、 手の一部分をさ、その、ぶれない接地面に当てて連写し,してると思うんですよ、みんな。あ違うの <laughs> 違うのかな僕はそうだと思うんですよ。で、それを見事にやってない。だから、そのね、その,その人の,その動画はちょっと机が狭くてさ、手をちょっと乗っけるようなスペースもない場所だからさ。だけど、そのね、なんとかなると思ってこう、 呃、肘も固定しないまんま、タカ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 ーってね、ね、倒せないでしょうっていうふうにやってんだけど、それは倒せない、それは倒せない、その連射はやばいよと思って、でもなんかそういうの、あなた間違ってますよとかっていうのもなんだからさ、はあ、はあ、みな、これ、これにはコメントしないようにしよう、僕は見なかった音にする、忘れると思ってたんだけど、もう頭から離れなくてさ、うわうわ言いながらさ、 と,とにかく、あの、相手の人を傷つけないように、あ間違ってますよじゃなくて、こういう方法がありますよという体で、あでもこの手の、こ、この部分を、その、固定させて連射した方がいいですよっていう、その、固定される手の部位の場所かわかんねえって言って、インターネットでその部位を調べたり、俺は何をやってんだと思ってさ、また人と関わると、メンマさん、お前は傷つくぞと思ってさ、あ <laughs> 今、公開、真っ最中です。ああ、言わなきゃよかった。言わなきゃよかったよけれどまたどうなんとか何がどうかなってるかもしれないと思って、えー、今日の分の一日一回の Twitter、えー、見るのを、この配信の後に見ます。<laughs> <laughs> あは、あーはいとかさ、あどう思うとか言われてたらどうしようと思ってんだけど。 まあ、しょうがないよね。あの、コメントしなきゃいいのにコメントしちゃったからね。いやー、だめだよ、本当。か、関わり合いになら、なっちゃだめだよ、と思うの。全、善意の行動なんてないんだから。人に関わるってことは、やっぱ、それその覚悟をしないとだ、だメンマさんはその覚悟もできないまんまさ、あの、あの、口出ししちゃったなと思ってさ、今すごく反省してます。 でもやっぱ、いろんな人がやっぱいるんだなっていう勉強にはなるよ。あの、けい連射を知らない人とかさ、あねどうしてもダメだったら別にピアノ連打だっていいしさ、両方の親指をさ、あの、カチャカチャやるやつでもいいしさ、あーだと、僕らがファミコンやってる時にラリオスとかラザロどうやってみんな倒してたかって言うとさ、あの、えー こんな手,手元が銅じゃないんだよ。えっと、こうか。コントローラーの、あれな。あのこうですよ。だから、AB ボタン両方にさ、右手と左手の親指がかかるようにしてさ、そ,その、 あ指がさ、こう、交互に連射できるようにさ、うん、カタ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 ,カタどう、どう言ったらいいんだどう、どういう風な説明をしたらいいんだろうかファミコン持ってたりとか、AB ボタンで同じボタン設定だからこの連射が可能になるみたいなさ。だから A というボタンと B というボタンを親指でこう、押し、押し続けるというさ。 みんなこれでやってたよって思ったりとかするから、別にそれでもいいんじゃないかなと思う。僕は軽廉の連射で3回ぐらいスターソルジャーを投資でやるともう腕がつって痛くなったりとかするからさ。あと昔はシュウォッチっていうのがあって、シュウォッチで連射測定とかしてたからさ。そ,その時に軽廉の連射で 14. 点何,何連射まで出したからさ。 あのカタ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 ハイパーオリンピックでどれだけどれだけあのダカダカダカっていうのをやったかっていうのもあるしさ、うん、ね別にこれでもいいんだろうなと思うんだけどついついおせっかいをしてしまったことが、えー、ちょっと僕はあのすいませんって思うあのそうね自分の知ってる仲間の人にさなんかさ あの頑張ってくださいとかさあ言われるぐらいでみんなそれぐらいのコミュニティで仲良くやってるのにさ見ず知らずの人にさ「あなたは連写はこの方法を試した方がいいですよ」なんて言われてさ「いい気がするか」っつう話でさあ、ね「頼んでもいないのにいた、ね、頼んでもいないのにそういうのを言うのはよくない,いやよくないね」と思ってすごく反省しました。 あ反省して今、すごい、すごい僕は落ち込んでる。はあ、また余計なことした。余計なことをして傷つくのは、どうせ、向こうも傷つくけど、どうせ僕も傷つくんだしと思って。はあ、あってやったよね。はあってなりますね。えー、ね、どうせ今さ、さその、スターソルジャーの動画見たってみんな、 自動連射みたいなので、秒間60連射みたいな装置で遊んでハイスコア出すうーん動画ぐらいになってんだから、連射スティックでいいんじゃねえのって思ったりもいたしました。ああ、そうだなんか、ニンテンドースイッチで、あの、ごめん、思い出したからすいません。ニンテンドースイッチのプロコンのさ、なんか、子供用の手に、 子供の手にフィットするぐらい一回りちっちゃいコントローラーが今度発売されるんだよね。あれに連射機能ついてんだってね。<laughs> それついてんだったらそれ使ってゼルダの伝説の,あの空中歩行をやればいいんじゃねえかなとちょっと思ったりとかいたしました。ーというわけで今日のおまけの話はこんな感じです。えー、ニコニコ生放送で生でえ見に来るとこういうおまけの話が、うん、たまにやったりとかします。 えー、youtube で見てるより長いおまけの配信とかやったりとかしてますけどあー、youtube のチャンネル登録もいいですけど、あの、本当に楽しみたい人はニコニコで見に来るといいじゃないかなと思ったりいたします。でも、やっぱ youtube のチャンネル登録は増えてお金になるといいと思うので、えー、ね、登録してもいいよっていう人は、そういうのやってさ、その、 えー、みんながこうチャンネル登録をしてさ、あの、YouTube からおか、YouTube とその広告会社からお金をせしめてやろうぜ。あの、みんなが見たいところと人気の動画だけ登録してさあ、どうせ面白くないんだから、そっちだって。で、僕も面白くないって思ってんだったら、どっちも面白くないんだったら一個ぐらいチャンネル増えたって一緒だろうって、ええー、話でさあの。で、その、お金を払わなきゃいけない、その、 ね、動画がいっぱいあると YouTube は困るわけだから、ああ、ね、こ広告会社もそれだけお金を払わなきゃいけなくなるわけだから、みんなで僕のことをこう、チャンネルをちゃんと、な、何万、何千万人登録にして、な何百万時間再生にして、えー、で、僕をお金持ちにしてください。えー、でも、それとは関係なく、ニコニコで面白い話をやってますっていう、えー、ことですね。 まあでも、明日は病院に行かなきゃいけないし、えー、僕の寿命もどこまで持つか分かんないんでね、応援してくださいって言ったって、どうせ僕はそれに返せるだけの何かがあるかって言うと、そうでもないと思うんで、えー、まあ、そんな感じです。というわけで終わります。お疲れ様